こんにちは、本日ですね、8月10日になりますけれども、おとついですね、あやめさんをですね、お風呂に入れた時にですね、ちょっと欲張りましてですね、湯船に少しだけ水を張ってね、ちょっと水遊びするかなと思って、ちょこんと入れてみたんですけれども、めっちゃ怒られました。そしてですね、見てください。ここに綺麗にですね、4箇所、紙傷が入ってしまったんですけれども、まあ、痛えなと、かなり流血騒動になったんですけどね、痛いなとか思ってね、しばらくちょっと冷やしたりだとか様子を見てたんですけれども、2日経ってもですね、ちょっと、痛みが取れない。そして、これ、よく見てください。色が違うのってわかりますかね？ちょっとこれ、片手であれ持ってるもんですから、あれなんですけど、肘の近くまでね、赤みが、増しているっていうのは分かりますかね、これ。はい、これだけですね、多分ばい菌がいってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、パンパンに腫れてるの分かりますかね、これ。はい、というような感じでですね、薬屋さんにね、ちょっとドラッグストアに体温計を買いに行こうかなと思って体温計を買いに行ってきたんですけれども、その時についでにと思ってね、ちょっとこれ腫れちゃったんですけれども、なんか応急処置する方法ありますかねっていうふうに聞いて、もう即病院に行った方がいいですよというふうに言われましたのでね、これから病院の方行ってこようかなというふうに思います。こう、ちょっとね、お風呂で欲張りすぎたというところが本当に、こんな、大きな怪我を生むとは思わなかったんですけれども。はい。彼女もね、今では、機嫌が治って、しっかりと甘えてくるんですけれどもね、この左手に攻撃をかけてくるんですよね、容赦なく。はい。というような感じでね、ちょっと日常生活にも少しだけ支障が出てるような状態になってますんでね、病院に行ってこようかなというふうに思います。それでは皆さんね、猫をね、水浴びさせてあげようというふうに思ってもね、猫、もともと水嫌いですから、どちらかというと水かかるの嫌いですからね、はい、できるだけ、そっとしといてあげるのがいいかなというふうに思います。あと、お風呂もですね、最低限のシャワーと、体をね、洗ってあげるっていうところにね、とどめておいてあげるのが、皆さんの身の安全の方をですね、測っていけるんじゃないかというふうに思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。はい、病院に行くというふうに言いましたけれども、結局ですね、病院にはまだ全く行けておりません。2日経ちました。ということでですね、今は保冷剤、こちらの方ですね、保冷剤をですね、こちら腫れてる部分に置いて、で包帯をしてという形でなってるんですけどね、見てみたらこれ全くもって中二病ですよね。ここのイラストみたいなやつ、っていうような形でこうやってね、なんかポーズ取らなきゃいけないのかなというふうにも思うんですけれども、まあ中二病チックなセリフをですね吐きながらちょっと用事を一つ済ませに行ってこようと思います。はい、ということでですね、さあ我の進撃の時間がやってきたと言ってね、中二病チックなセリフを発せながらちょっと外出をしてきます。行ってまいります。